はじめ子さんもあのサソリの主役として会社から一緒にコンビで来たものでして、私はどちらかというと日活時代の彼女の活躍っていうのはほとんど知らなかったんですね。ですから、私にとって銀蝶渡り鳥というその東映の第一回作品の梶芽子さんのイメージしかなくって、で私はその銀蝶渡り鳥の梶芽子をとても気に食わなくって、それで最初の出会いの時に、彼女にもうさんざっぱらこの悪口造言、ともかくあのこのような形で私のサソリはやってほしくないというようなことで、注文をつけまして、彼女がもしそれで怒ってその来なかったら来なかったでいいぐらいに、私としては非常に最初の出会いってのはそのあんまり、どちらかというとマイナスイメージで出会ったっていうのが正直なところなんですね。でところが、彼女は彼女で来ないかなと思ってたら、よく彼女を知ってみればそれはその通りで、意地っ張りというか私と、まあ、ある意味で非常に共通項の強く持っているあの人でしたので、公然とあの来まして、でそこから、まあ、2人のこう蝶々発信の仕事が始まるんですけれども、まああの少なくとも第一作においてはそういうある種の緊張感というか、私としてはどこまでやれるのかというような、そういう意識が強くありましたし、梶君の方はおそらくこの監督そのどこまで傲慢なのというようなそういう感じはあったんじゃないかと思うんですね。どうせ死ぬまではここから出られないお前だ。本当のことを教えてやる。他の理由なんかどうでもいい。今から振り返るともうほとんど申し訳ないくらいに、まあ、私がぎゅう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 その押し込んだということで、まあ割と終わったように思います。でむしろ私がそういう仕事のプロセスの中で彼女の、あの素晴らしい部分というか、むしろ最初は割と揶揄的に、この少年のようだというふうに、梶君に対して言っておりまして、これはまあ彼女としては非常にあのこう気に食わないあの形容だったかもしれませんけれども、あのつまりある種のこう、まあ、女性というこうあの性をこうむしろあのどっかでこう排除していくような男世界に象徴される権力と向き合うこの女性としての性というものをこうあのこう封じ込めてしまうというような形で、私の演出もまたそういうふうに向かいましたので、まあ、あのそこのところをこう例えば、2作目、まあ、2作目ではあのそうじゃなかったんですけれども、あのむしろ3作目では、その辺を多少こう解放しようとしな、それは私の方が意識的にしているんですけれども、もう私が、まあ、ある種一作二作と作ってしまった世界っていうのをほとんど崩せなかったというか、自分でしようとしながら崩せない世界を作ってしまったっていうようなところがありまして、その辺はまあ今になって思えば、まあ、私の方に、そこまでの一つの余裕がなかったというか、逆にその梶芽子という女優を、まあ、本当の意味で、生かしきれたのかどうかというところでは疑問が自分ながらにあるわけですけれども、ただこう余裕を逆に欠いていることでぎゅうぎゅうこう煮詰めていったところでのある種のサソリ像
というものがこの三十何年間を経てなおかつ確立しているとすればそういうことだったかもしれないというふうに思っております。私の一つの作品歴の中では極めてある意味では状況的な作品だったと思います。まあその時代が経てばすっかりこの色あせてしまうものなのかなと思っていたんですけれども意外と、まあ、根強く、まあ、今日まで連綿特の、サソリ人気は続いておりますので不思議に思っておりますけれど彼女はまあもっと普通の、まあ、女性をやりたかったというか、むしろかっこいい女性をやりたかったというふうに思っておりますし、まあ、私の方がどん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 エスカレートしていってしまって、ついにはその、まあ、第三作に至るといつの間にかこうサソリか鬼かっていうようなところまで行ってしまったので、まあ正直言って彼女はそういう私の突っ走るある種のラジカリズムに対して危惧というか、まあ、反発とまではいかないかもしれないけどある種のこう自分がどこへ連れて行かれてしまうんだろうというようなこう感じを持ったような気がします。そこまでやらされるのかということで梶君がですね、ある種の疑問というか危惧というかその一つになったんではないかと思うんですけれども、まあ、あれなんかはやっぱり日本のその古い話にもこの鬼の話がいろいろありまして、例えば渡辺の綱と鬼との腕の奪い合いというようなそのことがあるわけですけどそういうこうことどもも、意識しておりまして、やっぱりなんか、ある種のこう、第3作目では、最初の冒頭からそうなんですけれども非常にもう捨て去られたような部落の中で兄妹の兄弟まあ、まさに近親相関でしか互いを支えきれないみたいなそういうこうところへこうサソリである主人公が、まあ、地獄巡りというか、まあ、そういうこう思いもありましてその冒頭サソリがある意味でこう鬼になるというようなそういうこう非常に観念的な設定もして始まってるわけですね。白石佳代子さんは当時やはり今でこそ非常にポピュラーな形で、NHK のドラマでもこの大役を演じるというような形になりましたけれどもその当時の佳代子さんは知る人ぞ知るつまり演劇の世界では、鈴木忠という演出家の下で、その知られているけれども知る人ぞ知るで世間にはほとんど知られておりませんで私はその、鈴木の、早稲田小劇場の活動っていうのは、割とよく見守ってきたわけでして、この梶芽子という新しいそのヒロインに対抗するこの役として何かこう既成のこのいわゆる女優映画女優さんの中からなんかどうも適当な配役が見つからなくって
それであえて白石さんを持ってきたというようなことがありますし、まあ当時、まあ、私の知る範囲での、まあ、ある種ユニークなこうキャスティングができたかなと思っております。第3作目の、李麗仙さんも、いわゆる唐十郎さんの下で、テント劇場、いわゆるアンダーグラウンド の、 演劇活動をしていた人たちの中から、まあ、ピックアップして、まあ、映画に登場を願ったと、まあ、いうようなことがあります。その最初のサソリっていうのはこう本社の労務担当重役からもうオクラにしてもいいとまで宣言されたわけですね。それでその当時、ちょうど私も一員だったんですけども、岡田社長と銀座東急ホテルのある一室にダーッとなられ込んで押し込んで、そのまあそういう場所で、岡田さんから言わせれば不届きにもその断交するっていうようなことで、で私も本社へ帰ってきて岡田茂は弱ってるっていうような味演説をして、そしてその後こう社会、社だったのかな本社で、そしたら下のエレベーターのもう今も変わってませんけど、あそこでバタッと出会って、ジャーナリストのに評判のいい映画っていうのは大体当たらんぞなんていうふうに、そのサソリができた後、そのおっしゃったのが、でそれでまああと本当に当たってくれたんで、まあ、首がつながったようなもんなんですけど。枯れて乾いた女の涙をそっと風に吹かせばさ。まあ、非常に好意的に、なんか若者たちが大歓迎してくれたというようなことがありまして、当時、まあ、日本映画界全体がそうだったんですけれども、日本立て興業というものを塾にやっておったわけですね。で、日本立てには必ずこう時間的な問題の配分もあったりするんですけれども、一応メインのまあ、映画と、まあ、添え物というそういう2つのコンビネーションで日本立て興行をやっていたわけなんですけれども、これが実は、そのサソリも菅原文太さん主役の映画の、まあ、添え物っていうとおかしいんですけれども、まあ、そういう形でこう興行したわけですけれども、もう圧倒的にともかくこのサソリにお客が来たということがもうその公開と同時に分かって、それでそれを逆にするわけですね。つまり例えば、頭サソリで行って終わりもサソリで終わるというような、そうすると当然サソリは1日で、4回興行、もう一つは3回興行というふうに、最初は逆にサソリが3回興行で設定されていたのがたった1日で逆転するというような、そういう現象っていうのが如実にこのサソリ人気っていうのを示していると思うんですけれども、これが東映のこの歴史の中では、2度目の現象で、その最初にそういうもので始まってひっくり返したっていうのが網走番外地なんですね。で網走番外地っていうのは、全体のシリーズとしてはそれこそ十何本もできたっていう大変なドル箱シリーズなんですね。でサソリもまあそれの2番目をいったわけで、まあ会社にとってみればこのシリーズは当然黙っていても十何本とはいかなくてもせいぜい10本ぐらいは保証される人気の高いドル箱シリーズになるものだったわけですね。でそれをそのサソリでデビューした新人監督が、生意気にも3本でやめるというのは、これはもうあらゆる
世間の常識にとっても非常に不可解な出来事であったので、伊藤と梶芽衣子がこう不仲になって散策で終わったというふうに、まあ そっちの方が非常に分かりやすかったもんですから、そういう評判も一時期立ちましたけれども、私が散策でやめたっていうのは全く私の個人的な理由で、虚構のさらなる虚構の中で、この一つの犯罪者像を描いていくのはこの先はないというのか、新しい像というのを模索する場合には私は別の形でしかありえないだろうというところが、私が会社の再三の要請にもかかわらず散策で自分のサソリを、閉じたという、そういう理由ですね。まあ後で考えればね、まあ、非常に申し訳ないこともしたんですけれども、まあ、当時の企画制作本部長であった春藤浩二プロデューサーからもう何度も、これをやったら、何でも好きなものをやらせるからとまで言われたんですけれども、もう本当に若気の至りというか、もう意地になって辞めてしまったというようなことがあるわけですね。